皆さんおはようございます、9月の13ですよね。日曜日、午前8時です。今の、IA2 の練習走行が終わった名阪スポーツランドなんですが、これから IA1 の、練習走行、スタート練習から開始されます。昨日土曜日とは打って変わってどんより曇り空で、今実はパラパラと雨が落ちてきています。傘を差すほどではないんですが、この雲の塊が抜けてくれるのかどうなのか、コースすごい暗くて写真が撮れません。こんな予報ではあったんですけど、なんとかいい方に転んでほしいなと思います。